はい、ありがとうございます。先ほどまでは新井さんの国際協力に興味を持ったきっかけっていうところと、その後何されてたのかみたいなところをお話聞いたんですけど、大学卒業した後どういう道に進まれたのかっていうところをちょっとお聞きしたいなと思って、はい、実際どうなったんですか？それこそさっきの動画で子供が亡くなる現場で、はいはいはい、なんかボランティアみたいな、はい、国際協力とか言ったんですけれども、うんうん、他の学生と同じように就活をして大きめの企業入るみたいな感じのことをしてたので、はい、じゃあ国際協力よしやるぞ、就職するぞ、起業するぞ、はい、って感じになってないんですよ。あ、そうなんですね。僕はなんかそこの意思は弱いかもしれないです、うんうんうん、後から意味付けするのは結構強かったりすると思うんですけれども、うんうんうん、意思持ってこれやるぞっていうのはあんまりやらないですね。勝てるぞっていう戦しかやらないかもしれない。あ、そうなんですね。いや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 、それは自分でちょっと課題に思ってるんですけれども、うんうん、それで就職活動をして当時リクルートキャリアっていう、うんうん、あの会社に入ったっていう、普通のなんか飲まれちゃったわけですね。飲まれましたね。実際リクルートキャリアでは何されてらっしゃったんですか？各職なんですけれども、はいはい、携わったサービスでいうと、うん、皆さんがよく聞くものだと、うんうん、リクナビっていう就活のメディアを中で企画してたので、どういう広告にするかみたいなこととか、はい、あとは学生が使うときにどういう風な動線を作れば分かりやすくだったりとか、うんうん、よく使ってもらえるかみたいなことだったりとか、はいはいはい、まあ、結構内側でやる仕事が多かったです。あ、なるほど。ちなみにリクルートはどれぐらい勤められてたんですか？リクルートは4年半ぐらいですね。まあ、新卒で入って4年半いて転職して今の会社にいるって感じですね。なるほど。ちなみにリクルートの中では国際協力とかそういったところに関係性はありました？全くないです。あ、全く英語なんて使わないですし、はい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 、まあ、国際協力が英語使うかっていうとまた別かもしれないんですけれども、うん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 、僕がいた部署はっていう感じなんですけれども、うん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 、リクルートキャリアって会社は日本の転職者と就活する人、かつ人を採用したい企業がお客様になるので、うん、国内でどうするかっていうところがメインだったので、うんうんうん、なるほど、全く関係ないですね。なるほど。そうなんですね。じゃあリクルートにいる間はもう全く国際協力はしてないって感じですか？ちょこちょこ実はやっていて。あ、そうなんですね。国際協力とは言えるレベルではないんですけれども、うんうんうん、結局就活して、うん、で本当に卒業するまでもちょっとやってたんですけれども、うんうんうん、はい、やっぱりなんか国際協力してなっていう気持ちはあって、ただ、はい、自分で国際協力の NPO とか NGO を作るって、じゃあそれで自分の生活ができるようになる、うんうん、まあ、そこで稼ぐってめちゃくちゃ難しいなっていうのも分かってましたし、奨学金も借りながら大学行ってたので、それ返さなきゃいけないっていうのがあったので、まあ、それも結局全部自分に言い訳してるんですけれども、ただやっぱりちょっとやりたいなって気持ちがあったので、うん、国際協力のイベントみたいなものをちょこちょこ開催してましたね。どんなイベントしてたんですか？それこそ社会人でも国際協力に関わるためにはどうしたらいいかっていう、20人ぐらいで分かれてなんかみんなで考えましょうみたいなことやったりとか、はいはいはい、あと NPO の代表とか、うん、開発コンサルの人を呼んで講演会してもらうこととか、うんうん、この動画のリアル版みたいな、はい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 、あのことをやってましたね。あ、そうなんですね。なんか本気で人生かけてやるかっていうと、はい、やっぱそうじゃなかったんですけど、うんうん、ただこのままつながりが持てなくなるのは寂しいなっていう感じでしたね、うん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 、だからまあちょこちょこできる範囲でやっていこうっていうのが、学生の本当卒業手前ぐらいから、うんうん、社会人になってからもちょこちょこイベントを開催してました。あ、そうなんですね。ちなみにそこからコンクロントワールドの設立につながる経緯というか、そこってどんな感じになるんですか？実はたまたまイベントに登壇してた方と、はい、まあ、僕が主催者だったんですけども、うんうん、はいはい、その登壇していただいた方が元コンクロントワールドの代表で、法人設立してからすぐ代表になったんですけれども、うんうん、最初は副代表だったんですよ、うんうん、なので当時の代表とそこのイベントでお会いして、はい、でそれでなんか飲みに行ったりして、はい、でコンクロントワールド作るわ、じゃあ俺も手伝うよって言って、うんうんうん、たまに手伝いに行ってたっていう、そんな感じ。そうなんですね。じゃあ最初はもう一名の方がいらっしゃって、その方が作るっていうところに新井さんも一緒にやるっていう話だったんですかね。そうですね。あ、なるほど。もともとのコンクロートワールドの目的って何かあったんですか？一番思ってるのは不条理のない世界の実現っていう、まあ、ビジョンなんですけれども、はい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 、目的というかそのビジョンとしては、さまざまな世界に不条理があるから、まあ、それを一つずつ取り除いていこうっていうのが存在意義としていこうとしているものですね、うんうん、でなるほど。僕もそれすごい共感しました。その子供とかもすごい不条理っていう言葉がすごいしっくりきますし、その時から思っていたので、あ、それいいな
って思ったっていう、だからそこの団体作るぞって言った1ヶ月後2ヶ月後ぐらい、まだ全然海外で活動なる前ぐらいに僕がたまに手伝うっていう、なんかそんな感じでした、ね、はい、あ、そうなんですね、はい、じゃあその方は専業としてコンクロードワールドを進めると、当時は学生ですね、僕の1個下だったので、僕が社会人1年目、はい、その方が大学4年生、あ、そうなんですね、社会人成り立ての僕と大学4年の人と、はいはい、まあ、あと何名かいたりとかしたんですけれども、うんうん、はい、まあ、それで団体をかやってました、ね、あ、そうなんですね、はい、じゃあリクルートで働くこの初年度のこの1年目の間にイベントもやったし、コンフロントワールドの設立とか、はい、そういったところもやってたんですね。じゃあ実際にそういった形で参画をし始めて、はい、本格的に入るってなったのはいつだったんですか？このタイミングから本格的っていうのは正直ないんですけれども、うんうんうん、やってるうちに楽しくなったりとか、まあ、あと有給使ってアフリカで活動をしてみるみたいなことも落ち着いていってやったりしたので、そこからちょっとずつ関わることが増えてったりとかしたんですね。はいはいはい、はい、で、まあ、別にそんな人数もいなかったですし、うん、一応社会人経験ちょっとしてるので資料の作り方みたいなのは分かる人だったので、ちょっとずつ増えてったって感じですね、関わり。そうなんですね。でそこで僕が社会人2年目になる4月のちょっと前の3月に、当時の代表も学生卒業して社会人になる、はい、で社会人って言ってコンフロントワールド1本でやるっていう風になって、はいはいはい、で僕ももうちょっと関わりたいなみたいな気持ちもあったので、応援してくださる方も増えてきたところなので、しっかり NPO 法人にしようっていうタイミングで、やっと僕はなんとなく手伝ってる人から副代表になったなるほど。ちなみにコンフロントワールドは今期で何期目ですか？年度の区切りが8月なんですけれども、うん、はい、2018年の8月で1期終わって、うんうん、で4期なんですね。4期かです、ね、はい、でも結構長いですね。そしたらちなみにコンフロントワールドをもともと副代表で入られたわけじゃないですか。 そうです、はい、そこから代表に変わるきっかけって何かあったんですか？代表に変わるきっかけは代表が辞めたんですね、はい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 、で代表が法人設立直後とかですかね、うんうんうん、まあ、体調不良で活動はできないという風になって、うんうん、まあ、それで団体を辞めるという話になりました、うんうんうん、メンバーの中で活動とかももうちょっとしたいし、寄付とかも少額ですけれどもいただいていたりとかしたので、うんうん、そこの人たちにちゃんと誠意を見せたいみたいな話になったので、うんうんうん、じゃあ残すか、うんうん、なので名ばかり副代表だった僕が代表にそのままなった、はいはい、なるほど、繰り上がったわけですね、はい、ちなみにそうなった時新井さんどう思ってました？ふざけんな何やってんだよって、いや最初やっぱり思いましたね、はいはい、当時は代表がやろうとしてた仕事であったりとか、うんうん、それこそ講演会の依頼とかもできなくなった、うんうんうん、連絡もちゃんと返せる状態じゃなかったので、うん、僕がすいません講演会なくなりましたっていうのとか、うんうんうん、そういう謝罪をひたすらしてったっていうのが最初です、ね、ああそうなんですね。その当時はね大変だったと思うんですけど、今思えばまあいい経験っていうところもあるかな。いやー、いい経験でしたね。ただ僕がじゃあ代表になりましたってなって、うん、でも、まあ、リクルート続けてます、うんうんうん、リクルート辞めるかっていうと辞めるわけはないんですよ、うんうんうん、もちろん生活費もあるし奨学金もあるし、うん、難しかったのが、うん、法人化したんですけれども活動がなかったんですよ、うんうん、正直。いやーそうっすよね。だからそこの活動を作るところから始めなきゃいけない、法人作ったウェーイってやってるのに、うん、実態は活動してませんっていう感じだったんで難しい。やっぱり難しかったですね。まあね、まあこれは NPO とかあれかもしんないけどめちゃくちゃ難しいですね。本当にその NPO の代表ってすごい行動力があって突破型で、でそれでその夢に対してみんながついてくるみたいな人って、まあそういう団体って結構多いと思うんですけど、まあちっちゃいところでも、まあ最初大きいところでもそうかもしれないんですけれども、僕はなんかやっぱりそういうタイプではなかったりとか、もしかしたら参謀タイプかもしれないですし、漫画の主人公みたいにやっぱ明るかったりとかビジョンを共有してみんなついてこいっていうタイプではないので、あそうなんですね、結構やっぱ現実的だったりとかこれリスクあるからじゃあこうした方がいいねっていう、結構やっぱそういうことを考えたりするので大変でしたねなるほど。そうですね、まあ、ただやっぱりこれを見ていらっしゃる方ってやっぱ NPO の人って何かしら経験があってそれを生かして NPO 立ち上げましたであったりとか、すごいぶっ飛んだ行動力で NPO 作りましたって人多いと思うんですけれども、僕みたいな普通の成り行きでなっちゃったみたいなのも全然ありえるので、なんか誰でもできるんじゃないかなっていうのは思いますね。別になんかぶっ飛んでなくてもいいよっていうのはなんか思いますね。なるほどですね、まあ、ただスタンスがどうであったとしても、新井さんが別に国際協力に対してのアプローチで
熱い思いがないかというとありますもんね。ありますあります、うん、それはありますよね。もちろんあります、うん、まあ、ただスタンスとしてね、もちろん人って得意不得意あるんでっていうところありますよね、はい、うんうん、思いっていうよりもやっぱり結果とか、うん、そういう方を大事にしてるっていうのはあるかもしれない、うん、全然いいと思いますね。ありがとうございます、はい、じゃあちょっと今までの動画は大学卒業してからどういうことをしてたのかっていうところとリクルートとの両立、まあ、いわゆる国際協力と国際協力以外のお仕事の両立みたいなところをお話しいただいたんですけど、次の動画ではがっつりコンフロントワールドが何してるのかみたいなところのお話いただこうかなと、ね、ぜひ見てほしいですね。そこで僕の思いとかも伝える、はいはい、暗黒期は絶対あるから暗黒期は話さない経営者とか NPO の代表もいる、いるいる、僕はいろんな人に NPO とかやり始めてほしいので、うん、もう全部話します。分かってます、はい、そういう時期があってこその今があるんだから、ちゃんと次の動画を見ていただいて、はい、コンフロントワールドを乗り越えた、乗り越えたか今何やってるかってところが大事なんで、はい、ありがとうございます。じゃあこの動画がぜひ面白いなと思った方はグッドボタンとあとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。